フレグレイ平野である。地名はギリシャ語、ファイラムダガンマオメガ、フレゴから来ており、燃え盛る平野を意味する。英語では、フラグリアンフィールズと呼ばれる。火山活動の見られる地点としては、ソルファタラ火口などが存在する。他にも多数の噴火口があったが、そのほとんどは水没した。このカルデラは二度の大きな噴火によって形成されたと考えられている。まず、 4万年ほど前に最初の噴火が起きた。そしておよそ1万2000年前に比較的小規模な噴火を起こし、ポッツォリを中心とする一回り小さいカルデラ盆地が形成された。1538年には8日間にわたって噴火し、モンテヌオーボスコリア級を形成した。新しい山を意味する山名である。超巨大火山に噴火の兆候。 イタリア国立地球物理学研究所が発表ナショナルジオグラフィック2018年2月17日閲覧ありがとうございます。